こんにちは。こんにちは。はるちゃん盆栽の岡田でございます。岡田さんです。はい、よろしくお願いします。はるちゃん盆栽さんで、絵の名前は上上六園とはるちゃん盆栽、両方行ってるんですけど、まだ通ってるのははるちゃんの通ってる、通ってます。なるほど。そのはるちゃん盆栽さんを紹介していただきます。はい。はい。ここは横で、はい、チャチャを入れる。チャチャを入れる役で、はい、入っていただきます。ここは、なんか商品の盆栽が多いということですね。そうですね、商品をメインにやってます。なるほど。はい。じゃ今日はちょっとその商品の盆栽をね、見せていただこうと思います。よろしくお願いします。先ほどお聞きしたんですけど、はるちゃん盆栽のはるちゃんは奥様のお名前ということです。アットホームな園でございます。愛妻家の愛妻家のつけれないよ、ね、そうですね。このこれかなり綺麗な商品の盆栽のね、黒松が並んでます。香川の盆栽園だと珍しいかもしれないですね。そうですね。商品がメインっていうのも、うん、そうですね。まあメインでやってるのはちょっと少ないと思いますね。あ、そうですか。はい。あ、香川だと思いますね。はいはい、うん。どうしても僕もそうですけど、畑で大きく作るみたいなのが、うん、多いんですけども、こうやって小さいのを生産されてるっていうのはあんまりいらっしゃらないですね。珍しい。特にまあすごい綺麗、綺麗です。で、特に力入れてる木が瑞鳳という木ですね。それを今挿し木と継ぎ木で増やしてます。挿し木と継ぎ木。はい。瑞鳳っていうのは黒松の品種。黒松の荒川町の黒松ですね。まあ、突然変異でできたようなものです。挿し木ができる。はい。なるほど。ということで、この近所の山からね、うん、取れた香川県の木なんですか。はい。香川県の出身の、他の地域じゃないこの地域の黒松ですね。それがこれ。そう。こっち。あ、こちらですね。そうですね。この瑞鳳の特徴を教えていただけますか。ですね、やはり幹が荒れてくるのが早いですよね。それと葉っぱが太くて短いんです。それと芽吹きがいいですよね。やっぱりいっぱい吹いてる感じがしますね。はいはい、ちょっと雨でね、濡れてるから、あ、そうですね、分かりにくいかもしれないですけど、肌も結構。だからこれで何年目ぐらいなんですか。これでね、古いので40年ぐらいじゃないですかね。40年ですか。はい。結構なるほど。確かにこれとかも葉っぱが太い感じがしますね。そうですね。別の黒松に比べるとやっぱり、うん、ね、ちょっと細いですもんね。はい。ちょっと挿し木、はい、ってどんな感じでやってるのかとか。あんまり土は良くないんですけどね。土は良くない。土は悪いです。この辺りですね。これが去年の10月に挿したんですね。去年の10月。はい。へぇ、ごめんなさい。今年ですね。今年の10月。マジで。今年の10月って今、はいはい、今ですね。あ、やっぱ去年か。去年ですね。隠れ地で言うとどのぐらいですか ?50% とか。50% はつかないと思います。へぇ、うまくいくと 50% ついてるんですけど、今これで 50% は多分ついてないと思います。泡をしてるんですけど、まだ根が出てないものとかね。あ、まあこの辺りでしたらもう、根は出てますけど、はいはい、その他のはちょっとまだ分かんないですね。どのぐらい挿してるんですか、期間は。だいたい1年ですね、1年うちじゃ。はい。じゃあこれがもうちょっと育ったところとか。育ったところ、今のは挿し木なんですけども、はい、切り木の部分が、あ、先ほどのこれ挿し木の部分ですね。挿し木、はい、何年ぐらい経ってるんですか。これが2020年に刺したやつ。2年前。はい、これがね、2年でこんなになるんだ。はい。だからもうあんまり、これも数刺してたんですけども、300本ぐらい刺してこのぐらいしかついてない。結構確率は悪いですね。うん。こちらは継ぎ木です。じゃあ次、はい、普通の黒松に継いでる。そうです、黒松に継いでるんですね。へ、今年継いだのがこれですね。なるほど。春に次いで、これが1年経ったやつです。はぁ、この辺のも買えるんですか。ええ、大丈夫ですよ。向こうのね、立派なやつだと お高いけど、はい、ここから始めるみたいな人もいる、はいはい、そうですね。それでこれがちょっと古くなったのがこの辺りですね。ほぉ、
これぐらいになるとね、もう盆栽に、はい、そうですね、なれる形にはもう だいぶできてますんで。なるほど。これがね、区域で4、5年経ってます。4、5年、はい。買うならこの辺がいいかな、初心者は。この辺りでいいと思いますよ、うん、楽しめると思う。そうですよね、はい。ちなみにこれでおいくらとかは？3000から、4000ぐらいですね。3000から4000、はい。これいいじゃないですか。日によってちょっと違いますけど、これ YouTube で流しちゃうと売り切れちゃうじゃないですか。売り切れちゃいますこれは綺麗ですよ、それもね、うん、これがね、挿し木です。挿し木、はい。これ下から全部、実は黒松じゃなくて随宝、全部が随宝ですね。なるほど。挿し木なら粘りもかなり期待できそうですね。いや、根がね、挿し木はちょっと悪いですね、根がね。片根とかになっちゃう。うん、そうです。それを何回か植え替えしていくと、だいぶ、根はだいぶ出てくるんですけども、ちょっと根っこ悪いですね。なるほど。この辺は違うんですか？あ、これも随宝ですね。これも随宝。これも接ぎ木です。接ぎ木。はい。どっちがいいんだろう。好みなんですかね。うん、これも小さく作っていけばね、うん、綺麗になるんですけどね。なるほど。で、こっちにまた戻ってくるか。はい。こちらからだん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 古くなります。向こうの一方が。じゃあこの辺の方が若いんですか？木若いですね。でも、だいぶこの辺りもね、随宝らしくなってきてますね。なるほど。こういう感じです。なんでこの辺の五葉松ってどこのやつなんですか？これは、あれじゃないですか、よくある、この辺でよく見る。そうですね。こっち、夏草っぽい感じの。はい、はい。それはもう、赤石。赤石？はい。愛媛県の。愛媛。はい。赤石もね、有名ですよね。五葉松ね、だいぶ減っちゃったから欲しいな。夏でだいぶ枯らしちゃったんで。ああ、暑かったからね。そうですよね。いわゆるその商品のものだったら大体ありますよね。随宝がいっぱいあるし。大体揃ってると思います。そうですね。心拍もあるし、動機もこの裏に山ほどあるんですよ。はいはい、彩りが豊かで。手入れが追いついてないような状態です。臓器は結構お手頃なやつが多いっていう。あ、そうですね。安いのは3000円ぐらいからありますので。3000円ぐらい。はい、うん。上はちょっとお高いのもある。お高いものも。はい。こちらの方のね、これから始められる方とかね、うん、いいサイズ、いいお値段だろうなっていうのがいっぱいありますよね。そうですね。ちょっと見てみますか。はい。いや、長寿梅も結構。うん、この辺りもちょっと、ね、今年はね、いいやつありそうな。この辺、お高いですよね。うん、この辺りちょっと病気来ましてね。あ、そうなんですか。もう手が追いつかなくて。あ、だから暑さとか影響があるんです。いや、やっぱり病気ですね、この辺り。うん。皆さん気をつけてください。気をつけてください。皆さん。でも立派ですよね。本当だ。結構長寿梅は向こうに。向こうのがいいのかな。長寿梅。これ長寿梅。いやね、立派な。立派なんですよ。長寿梅と細いイメージがすごいあります。はいはいはい。まあまあ太ってますね。これ畑に入れておいて、それを。あ、そうなんですか。はい。なかなか一般の方ではできない手間が入ってます。そうですね。畑となると。ちょっと値段聞いてもいいですか。この辺高いですよね。いや、これはね、3万から4万。3万から4万。ということです。で、そっちのちょっとちっちゃいのは。あ、これは。これは寄せなんですけどね。あ、寄せ植えなんですか。はいはい。これはもうお手頃ですか。お手頃、はい、手が出しやすい。寄せ植えもね、ついちゃいますもんね、はい、育てれば。人が良さそうだな、ね、この辺はおいくらくらい。僕、今値段すごい聞いてますけど、10月の22、23、はいはい、のイベントに、はい、出品されるじゃないですか。出しますね。それを今、おねだりするところです。はい、あ、そうですか。はい、これはね、6000円の消費税。6000円の消費税。はい。これも手数でも出してくれるの。はい、出します。出します。はい。こ、はい、ういうのあんま手に入らないですからね。あとはもうこちらの柿ですね。ちょっと、はい。ちょっと手入れ、きれいにして。きれいにして。はい。品種は
これはね、楊貴妃。楊貴妃。はい。これも結構安いお値段でさっき見させて。4000円ぐらいだったかな。うん。ぐらいです。はい。生産地価格。生産地価格らしいです。皆さん喜んでいただかないとね。そうですね。はい。お祭りですか。はい。だって、もう随分。はい。買ったら自分で挿し木で増やせますからね。そうですね。できるかわかんないけど。うまく挿していただきました。できますね。さっきの話では1番目はい。が月がいい。今のところ1番2番どちらがいいかというのはちょっと難しいんですよね。うん、まあどっちでも可能ではない。大丈夫です。はい。目切りをしてそれを挿すことでも大丈夫なんですか。はい、そうです。それを挿してます。なるほど、はい、じゃあもうね、一石二鳥というかね。まあそうですね。そうですよね。はい、ぜひ、ぜひ、一つは欲しいところですね。じゃもう一回ちょっと見てみましょうか。はい、僕一緒にしてる。僕ちょっと欲しいな。なんだろうな、ちりめん、もみじが多いのかな。もみじも多いですね。もみじ、そっか、獅子頭も出すって言ってましたよね。獅子頭出しますね。はい、獅子頭は良かったですよね。さっきにしてもらったやつ。あの中ですか。中のやつ。あ、中見ますか。ああ、手頃な。はい。ハウスへ持ってきました。これはこちらですね。イベントに出す用の獅子頭、はいはい。これ見てください。こういう獅子頭はなかなかね、珍しいっていうか、こういう模様の入った。かも。さっきお値段がどっかに書いてあった気がする。これは書いてない。書いてないか。あ、琴姫。うん。琴姫と獅子頭。獅子頭。まあ、こういうのもございます。サイズもちょうどいいしね。そうですね。うん。結構好きな形選べるから、いいですね。これなんかもう足元できてるから、あとこっち作っていくだけです。はいはいはい。こういったものもあります。あとは、さっき言った牢屋が。牢屋だとね。こんな感じの、うん、これがございます。ちりめんかずら、まあ、これもお手頃価格で、お手頃価格で、はい、雰囲気ですね。これはでもありますね、教育場合、はい、はい、すごいお手頃。これは綺麗、いいですよね、こういうのね、なかなかないから。しかも岡田さんご本人がね、作って、そうですよね、10月桜。あ、そうだ。10月桜。はい。花がちょっと終わってる子もいますけど、最近咲いたんですかね。あ、これちょっと咲きそうな。これからですね。咲きそうな、可愛いのが。10月に花が咲く桜。そうですね。春と秋に咲きます。春と秋に咲く桜です。二度咲き。上品なね、花が咲きますよ。そこも入ってます。こちらが金図です。金図。はい。これも出しますので。はい。これ。鉢も可愛いですね。はい。というわけで、見させていただきました。お客さん、多分いろんな人が見に来たいと思うんですけど、なんか注意点とかあったりしますか？いや、それはないです。もうずっと空いてますんで。はい。はい。連絡さえいただきましたら。じゃあ、一回連絡してから来た方が、そうですね。まあ、安心というか。はい。ということで。はい、で概要欄にまた、連絡先とか載せておきます。はいはい、高松では、まあ、貴重な商品盆栽がたくさん置いてあるということで、どうですか。いや、もうやっぱ僕の家がね、大きいのが多いんで、なんか、うん、いいですね、こういう小さいのね。羨ましいですね、こんだけたくさん置く。羨ましい。小さいのも作ってください。10月の22、23のフェスにも出品されるということで、はい、役員さんでずっと会場にはおられますんで。いられます。だからお店の方にね、来られた方はちょっと購入は難しいかもしれないんですけど、うん、まあ、呼んでいただけたらもしかしたらご対応は、はい、できるかもしれない、はい、できるかも会議中はちょっとね、ということです。はい、はい、というわけで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。いただけるんですか。はい、どうぞ。いいですよ。やっぱいただいちゃいました。矢口さん、ほぼ見られてるらしいですよ、岡田さん。え、Q さん。そうなんですか。矢島さんですかね。矢島さん、うん、あ、そうか、商品、そう、
あの人すごいね。すごいですよ、うん、だからこの前行ってきましたよ。あ、そうなんですか。だいぶ遠いですよね、でも遠いけどね。へぇ、矢島さんのね、小さく作ってるのがやっぱりいいですね。あ、なるほど、うんうん、夢のコラボが見たいですね。だけどもう年が足んないですよ、私は。年が足んない。嬉しいです。これいいんすか。いいです、いいですよ、どうぞ。いや、突然あらあら